名古屋市天白区の名城大学のグラウンドに現れたジャージ姿の大村秀明知事。全日本大学女子駅伝で去年6連覇を達成した名城大学女子駅伝部を激励しにやってきました。大村知事は入念なストレッチを行い、軽くジョギングした後、選手が毎朝練習で行うペースを体験しましたが、軽い足取りで100メートルの距離を走り切りました。100メーターちょっと走って思い、もう足が悲鳴上げてるからさ、今年もね、日本一を目指して頑張ってほしいなというふうに思いますね。